船舶のスクリュー。スクリューは流体中で回転することで回転軸方向に流体の流れを生む推進装置である。あるいは逆に流体の流れを受けて回転するものもあり、より一般的には流体の流れと回転等を相互変換する装置であると言える。スクリューと似たように使われる語にプロペラがある。語義としてはスクリューは 推進装置に限らず螺旋状のものを表す語であり、例えば、ネジのことも、スクリューといい、ネジ回しのドライバーを、スクリュードライバーなどというような例がある。一方、プロペラとは推進すること一般に関する語であり、ロケットエンジンの推進剤などを指す、プロペラントや、プロペラシャフトといった語がある。一般に使われる語としては、航空機用が、プロペラ、船舶用がスクリュー、 という使い分けがあるが、スーパーキャビテーションプロペラなどのように、船舶工学の専門用語や、開示などの業界用語ではもっぱら、プロペラと呼ばれることもかなり多く、一般的な使い分けが、必ずしも、いつも通用するわけではない。スクリュープロペラという語もある。スクリューの子は、豚の尻尾に由来し、英語では、螺旋状の回転部品全般を表す言葉として、 ネジもこれに含まれる。古くから、あるスクリューであるアルキメデスのスクリューは、ネジと同様の螺旋型で、作動するのが、流体中か、固体中かという違いはあるが、力学的には、ネジと似ている。現代のスクリュープロペラも、非常に短い螺旋であると言える。なお、螺旋型の流体機械としては他に、スクリューは宿機のローターがあるが、これはネジともスクリューとも原理が異なるので、 ここでは扱わない。ファン前日のように、航空分野では、プロペラ、白用では、スクリューという、一般にはよく使われている語の使い分けは、必ずしも、いつも通用するものではない。専門的な議論であるので、ここの不死タイトル等では、専門用語的な用法に従った。原理原則から考えるならば、対象とする流体と、 基本的な物理的な特性として、以下の要素があるものと考えられる。プロペラが使われる対象、状況について、以上の3点について、可能な任意の組み合わせを取り得る。上の表は、空中のビークルと水上のビークルという2種類の、類型の場合における組み合わせと、そこから効率等をもとにした最適化よって、導出されるいくつかの形態についてまとめたものと言える。 また特に、レーノルズ数は、スケールしないという性質があり、室内用模型飛行機等のように小さなものがゆっくり、動いている場合には、レーノルズ数は、かなり小さくなり、逆に、風力発電用の大型風車の強風時の、レーノルズ数などは、かなり大きくなる。例えば模型飛行機は、実機台のものとは、独立した研究対象となっている。白プロペラの比は、 航空機用プロペラに比べれば低いが、それでも現代の白用プロペラは陽光比がかなり高く主に揚力を使う。一方、アルキメデスのスクリューは、抗力が主となる形態であった。直接的に抗力を使う推進機として、外輪船の外輪がある。一般に、揚力機械は、抗力機械より効率が良く、白用プロペラは、低上げ抗比から、 現在の紅葉コーヒーへと進化してきた。アルキメデスのスクリューダ・ビンチのヘリコプター。空気中で動作するスクリューを持っている。ジョン・エリクソンのスクリューを手本として CF ワローグロンが設計したスクリュー。蒸気船 S、S フライグフィスンで1843年から使われた。スクリュープロペラの原理はロによる推進と同じである。ロは、東洋では、 比較的多く使われていたが、ヨーロッパでは、ベネツィアのゴンドラぐらいでしか見られない。ただし、ベネツィアのゴンドラの漕ぎ方は、炉と貝の中間である。例えば、カヌーを一本の貝で漕ぐ場合の漕ぎ方も、比較的近いが、同一ではない。中国での炉の使用は3世紀にまで遡る。炉では、単一の板をこう描くように操作し、水を効率よく押すようにする。 スクリュープロペラはこれを改良し、羽根が360度回転し、常に効率的な角度で水を押すようにした。一枚羽根のスクリュープロペラも存在するが、一般に常に力が均等にかかるように複数枚の羽根を使う。スクリュープロペラの起源はアルキメデスにまで遡る。アルキメデスは考え用に水を汲み上げたり、船底に溜まった水を汲み出すのにスクリューを使った。 それが有名なアルキメディアンスクリューである。アルキメデスは螺旋を研究しており、エジプトで何世紀も前から使われていた水車にヒントを得て、螺旋状の動きを応用したものと考えられる。レオナルド・ダヴィンチは同じ動作原理を理論的なヘリコプターに使った。ダヴィンチが描いたヘリコプターには上部に巨大な布製のスクリューがついている。1776年。 デビット・ブッシュネルは自作のタートル潜水艇で人力駆動のスクリューを使用した。1784年、JP ポークトンは同様のスクリューを使ったジャイロコプター風の航空機を提案したが、そのスクリューは揚力と水力の両方を発生させることになっていた。同じ頃、ジェームズ・ワットが船の推進にスクリューを提案しているが、自身が開発した蒸気機関にはスクリューを採用しなかった。 なお、スクリューによる船の推進という考え方は、ワットの発明ではなく、一世紀前に、トゥーグッドとヘイズが考案している。ただしワットの頃にはそれも忘れ去られていた。1827年、チェコ系オーストリア人の建築家、ヨーゼフレッセルは、円錐状の中心軸に、複数枚の羽を装着したスクリューを、発明した。オーストリア帝国の海軍の下で開発と試験が、 行われ、従来の方式よりも蒸気船を格段に高速化できることが分かった。しかしすぐ実用化されることはなく、1835年、フランシスペティ・スミスが新たなスクリューの製造法を発見する。スミスのスクリューは当初は木製だったため、試験中にスクリューが半壊したが、うまい具合に残った形状が現代のスクリューのようになり、かえって船の速度が増したという。 同じ頃、フレデリック・ソバージュとジョン・エリクソンも似たような特許を申請しており、3人の内心の発明者は誰かという問題には結論が出ていない。エリクソンはモニターというスクリュー推進の装甲艦を設計した。この艦は南北戦争中の1862年にアメリカ連合国海軍のバージニアと交戦したことで知られている。イギリス海軍は 外輪船よりもスクリュー船が優れていることを確認しようとした。まずスミスに試験的に初のスクリュー推進の蒸気船、アレキサンダー号を建造させた。次に排水量900トン級、エンジン定格 200HP 級の外輪式スループ船アレクトー号と、ほぼ同級のスクリュー式スループ船ラットラー号を1843年に建造。ラットラー号は、 既存外輪線と徹底的に比較された特に有名なテストは、同クラス同出力のラットラーとアレクトウの両線で、綱引きを試みた1845年3月の試験で、ラットラーがアレクトウを2.8ノットの速さで引きずり、回し、スクリューの優位性が誰の目にも明らかとなった。なお、この件には、スクリュー駆動の光線グレート、 ブリテン号を建造したイザムバード・キングガム・ブルネルの働きかけが大きく影響している。19世紀後半、スクリューに関する力学的研究が進んだ。ウィリアム・ランキンらが理想的なスクリュープロペラの数理モデルを構築した。スクリューは厚さのない円盤にモデル化され、中心軸を一定の速度で回転させるものとした。すると円盤の周囲に流れが生じる。 このようにして回転力と推進力の関係が数式化された。さらにウィリアム・フルードらがスクリュープロペラの数学的理論を確立していき、それによってスクリューの羽根の形状が進化していった。ライト兄弟を先駆者としてスクリュープロペラは飛行機の推進用のプロペラに応用されるようになっていった。内燃機関でスクリューを駆動する方式を最初に採用したのは フレデリック・ランチェスターが製作した小型ボートだった。オックスフォードで1904年試験高校が行われた。ありがとうございます。